ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞論説委員の鹿間孝一さんです。さあ今夜は何が見えたでしょうか。まああのペンちゃんでオリンピックをやってますんで、うんスキーのね、はい、えー、ジャンプの話をねしたいなと思ってるんですけども、あの僕はあの北海道でまあ育って、えー、あの小樽というところの高校を出たんですね。 まあ名前言っちゃうと小樽調理高校って、うん、で旧制小樽中学っていう、はい、まあそういう学校なんですけどもそこにね学校にですかねちょっと珍しいと思うんですよね、はい、でその丘の下にですね崖の下にあの校庭グラウンドがあってですねその段差を利用する傾斜を利用するような形で えー、2 0ル級のジャンプ台っていうとすごく小さなジャンプ台に思えるかもしれないんですけどもあの確かに小さいだけどジャンプ台ってねものすごい傾斜が急なんですね三十数度なんだけどもまあそれだけ見るとそうでもないんじゃないのと思うんだけども上に立ってですね下を覗くともうあれですよ真っ逆さまっていうか真下にですね滑るというよりは落ちていくような。 そういう恐怖感ありますよところから飛ぶなんても恐ろしい話ですね。だから僕は飛んだことないですよ。<laughs> それも別にあの人用に使うんじゃなくて、<laughs> えー、まああの高校のスキーブがあってですね。まあそこの部員、まああのガシオタルっていうのはですね、いわゆるジャンプ王国で有名な選手を配置してるんですけども、えー、まあ彼らが飛ぶんですけども、まああの最初にその初めて飛んだ人間に聞くとですね。 いわゆるその飛び出す瞬間に体は本当だったら前傾姿勢といって前に倒さなきゃいけないんだけども腰が引けてしまってね後ろにそっくり返るようになってしまって尻餅をついてしまったと。で2 0ル級のジャンプ台ですからまあ飛んだとしてもせいぜい1 4 1 5ルぐらいなんだけども本当にふわっと体が浮いた瞬間にですねもう目の前がねあのタルバンっていうあの湾があって港があるんですけども。 海に突っ込むじゃないかっていうぐらいの、えー、そういう感覚を覚えたっていう、まあまあ、そういうのがこの高校時代のエピソードなんですいども。でですよねちょっとねジャンプの歴史に触れますとの日本にその正式にジャンプ競技っていうのが入ってきたのはですね大正12年なんですね。はい、でこの第一回大会がですねその小樽という場所で。 だからさっき言いました、はい、あの僕の学校にあったジャンプ台ぐらいのおそらく台ん,でんでと、うん、その時にですね世界はどうだったかっていうとですね、はい、あのー、第1回の冬季五輪がシャモニーというところで開かれるんですけどもその時に優勝した記録っていうのはですね、えー、6 0ル以上。<laughs> あもう全くレベル違でまあ,あのそこからですね日本っていうのは、まあ、徐々に徐々にということで、まあ、外国人のコーチなんかも入れてですね、えー、ジャンプを身につけていくわけですけども、あのー、ここの僕の小樽の学校の、まあ、旧姓小樽中学、はい、ここを出た選手にですね足立五郎さんっていう方がいらっしゃる。でこのの方はですねあのー えー、レイク・プラシッドのオリンピックというのはですね、昭和7年にあるんですけども、えー、その時にです、ねうん、私選手は旧姓小樽中学を卒業したばかり18歳で卒業して19歳ちょっとで,です、ね、出場してるんですね。で見事にですね立派な成績ですね。はい。だから昭和の初めにです、ねうん、さっき言いました1 6ルと6 0ルとんでもない差があった。 のはですね、一気に縮まってるわけです、えー、何があってそこまで、うん、だから猛練習をしたと思いますし、えー、やっぱりその同僚というのかその小樽中学のですねやっぱりその選手たちの中にはですね次のオリンピックで、えー、7位に入った選手もいますしまあ,あの競い合う力があったと思うんですけど何よりも世界が驚いたのはですね、えー、当時あの彼らは若い選手たちがですね世界の舞台に出て飛んだ時にですね 日本の選手はスキーの先をなめるようだと、はいえ。というのは姿勢がってことですかそ,うそ,うそれだけその前傾姿勢を深くとって<ー>要するにスキー板にくっつくまあもちろんくっつくところまで行きませんよ昔のジャンプですから。でも、あのー、他のところから見るとですねやっぱりそれぐらいにぐっと前に体を倒して風の抵抗っていうんですかうまくつかんで飛んでるというふうに。 だからあのそれだけその何ですかすごくこう進歩したわけですよね。はい、で当時、あのー、1940年の冬季五輪というのは札幌で開かれる予定だった皆さんがご存で同じ年に東京五輪も開かれる予定だった当時は冬季五輪と夏の五輪というのは同じ国で開かれるという,、うん、いう習慣になってましたから。はい 札幌と東京ワンセットで開かれるでその時にですねちょうどその足立選手であるとかその同僚のですね何人かの,その、えー、中学を出たばかりの選手たちがまあ演十期に入るだろうから、うん、これはメダルの期待があるんじゃないか、はい、と言われてたんですね。ところが残念ながら戦争でですね中止になってしまった。 でその日本のジャンプのメダルっていうのは、えー、1972年札幌オリンピックで、えー、日の丸飛行隊といわれる、えーまあ、笠井幸恭選手を中心にしてですね、えー、表彰台を独占するというね快挙までお預けになるわけですけど。 であの北海道のチームっていうのはですねあの各地にいわゆるジャンプ少年団っていのがいっぱいできたんですね。だから子どもの頃からですね、えー、あのジャンプに親しむということであ<ー>あの本当にその雪を固めて何、えー、て言んですかほん、まあ、ジャンプ台とも呼べないコブのようなスロープのように、うん、コブを作ってそこで飛ぶ、まあ、そういうことを小さな頃から 鳴らしていってですね。はい、ジャンプを身につける。だから、今日期待されている。高梨沙羅選手も、うん、やっぱ幼い頃からですね。そういうジャンプ経験を積んで、ね、あの一流の。 っていうかね世界のトップレベル親しむことが自然になってる状況、うんうん、だから底辺がすごく広いということは言えると思うんですね、えー、で先ほど言いました札幌オリンピックで、えー、金メダルを取った笠井幸夫選手この方は小樽の隣の町の余市というところの出身なんですけども余、はい、市と言ったらウイスキーでしょ、はい、で日韓ウイスキーの総合者ってったら 竹鶴正サさんらマッサンです。はい、ドラマにもなりました。うん、でマッサンの業績の一つにですね、えー、ジャンプ台を作ったこと。ジャンプ台つ作られたんですか。すうん。でね戦争中にですね、えー、地元の中学校の校長先生から要するにあのジャンプ選手を育てたいと。 でジャンプで空を飛ぶということは当時まあ戦争中ですから要するに何にもかの戦争に絡めているんだけども要するに、えー、戦闘機乗り飛行士になる時にですねその経験が役に立つと思うから是非ともそのジャンプ台を作ってそういうジャンプ選手を育てたいんだと。とい,いてはその尽力をお願いしたいということでその余一高校というところにですねやっぱりジャンプ台を作ったんですね。<ー>それはまずあの でそのジャンプ台でその歴史的にですね名選手がいっぱい育った中に、ね、先ほど言った笠井宏選手がいたと。 いうことても、ね、大きな力をだいたってことですね、うんうん、だからそういう、まあ、面々というのかその早々期、はい、自分たちで工夫をしそのジャンプを作り上げてきたその伝統を生かしてですね、うん、名選手が生まれてきて、まあ、日本の今ジャンプに非常に強い葛西、えー、選手とかですねそういう選手たちの伝統があの今オリンピックでですね これから飛ぼうとしているということですねぜひ、うん、ともこれを頭に入れて競技を見てほしいなと思いますね、えー、すアンカーメンの目でした